新快速名古屋方面豊橋行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。8番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。10時30分発東海道線上り名古屋方面に参ります。新快速豊橋行きです。あと1分ほどで発車をいたします。
列車は8両編成で車内は禁煙です。お手洗いは前から6両目と一番後ろの車両にあります。お客様にお願いいたします。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。お近くに不審な荷物がありましたら、お手製ですが乗務員または駅係員までお知らせください。緊急の場合には車内で操作表示のある非常ボタンを押して乗務員までお知らせください。発車間際の駆け込み乗車は大変危険ですのでおやめください。車内での携帯電話のご使用は場合のお客様のご迷惑となります。マナーモードをご使用ください。また各車両優先席付近では随時点検をお聞きください。優先席は各車両の縦売りにあります。年寄りやお母さんのご不自由な方、妊娠されている方や小さなお子様を連れる方に席をお譲りいただきますようご協力をお願いいたします。発送いたします乗務員、運転士高橋、車掌山口です。次は鮫乗りです。ドアを閉めます。ご注意ください。次は大庭
り長岡です。
柏原です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。まもなく柏原です。駅ヶ原です。
まもなく発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。
側です。ドアから手を離してお待ちください。まもなく樽井です。
到着は4番線、出口は右側です。ドアから安全を外してお待ちください。サルビテスト、養老鉄道はお乗り換えです。ご利用の列車は新快速豊橋行きです。この先、岐阜までは各駅に停車いたします。次の大垣では5分ほど停車いたします。11時11分の発車までしばらくお待ちください。まもなく大垣です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。やった方がいいかね、あのやつ、本気のやつのやつ。あまり来ちゃってるよね。うん、だから向こうで100キロで、で、そういうの見てみようかな、ね。じゃあ、いつも、あの、日和で寄ろうと思ったんだけど、だから、日和通りに。起きた。え、じゃあ、寄ろうと思ったの、うん、結局はちょっと時間遅かったので出るのは。ああ、言えた。うん。何が向こうで通るの。いや、あの、どうしようか。うん。ちょっと見ながら出るの、一緒に回る。お願いいたします。ご利用の列車は11時11分発、新快速豊橋行きです。お聞きを出ますと、穂積、西岐阜、岐阜、尾張一宮、名古屋、金山、大部、刈谷、安城、岡崎、川郡、終点、豊橋の順に停車をいたします。ご利用の列車、あと3分ほどで発車いたします。袋に入れて、それないって言われてしまう。うん。大丈夫かな。うん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 。
包丁持ってたよ。包丁。リンゴあってリンゴある。うん。あ、今日カバンは見せて。え？じゃあいつもカバンこれ。あれやめてる。あ、やめたの。うん。え、ないなって思って今。やめて。お願いいたします。コリオル列車11時11分発へ新快速へ豊橋行きです。うん、おがきを出ますと、保住、西岐阜、岐阜、尾張一宮、名古屋、金山、大部、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、終点豊橋の順に停車いたします。あと1分ほどで発車いたします。ご利用のお客様はご乗車のままお待ちください。JR 東海をご利用いただきましてありがとうございます。ご利用の列車は新快速豊橋行きです。この先穂積、西岐阜、岐阜、尾張一宮、名古屋、金山、大部、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、終点豊橋の順に停車いたします。列車は8両です。車内は禁煙です。お手洗いの設備は前から6両目一番後ろの車両の2箇所にございます。お客様にお願いいたします。発車マニアの駆け込み乗車は大変危険です。お読みいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。なお、混雑時の優先席付近では電源をお切りください。車内で迷惑行為を受けたり、見かけられた時や、不審な荷物を発見された場合は、車掌または駅係員までお知らせください。また、緊急を要する場合には、車内の SOS 表示のある非常ボタンを押して、乗務員までお知らせください。各車両後ろ寄りに優先席がございます。お年寄りの方や、お体のご不自由な方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れの方に席をお譲りいただきますようご協力をお願いいたします。この列車担当いたします乗務員運転士山本車掌小玉です。途中の名古屋までご案内いたします。次は穂積です。
まもなく穂積です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。知らん、見てない私。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。写真をにっこりして笑うと、私の撮ったで、まだいいの？あ？まだいいな。楽しい。あれ楽しい。楽しい。次。次だな。
初めてのことかなって思ってまいるので、もうそれで疲れたのかな、疲れるか自分でもなかったのさって言ってるけど、食べるのが耳をこっち行って疲れるのに、次は岐阜です出口は右側です。中から手を離してお待ちください。高山線五里山お客様はお乗り換えです。お乗り換えでご案内いたします。東海道線この先各駅に停車いたします。普通列車豊橋行き11時28分発、乗り場は5番線です。高山線各駅に停車いたします。普通列車高山行き11時45分発、乗り場は3番線です。特急ひら9号高山行き12時6分発、乗り場は4番線です。堀尾の列車は時報を出ますと次は尾張一宮に停まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく岐阜です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。新快速豊橋駅です。次は尾張一宮です。お客様にお願いいたします。発車マニュアルの駆け込み乗車は大変危険です。お呼びいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。なお混雑時の優先席付近では電源をお切りください。ただいまから一部の車内にお伺いいたします。切符の乗り越し、変更等ございましたら車掌を通りました際にお声掛けください。
まもなく尾張一宮、はい、尾張一宮です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。名鉄線堀江のお客様はお乗り換えです。堀江の列車を尾張一宮を出ますと、次は名古屋に止まります。
ありがとうございました。まもなく名古屋です。リバースに到着いたします。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。新幹線、中央線、関西線、名鉄線、近鉄線、青波線、地下鉄、東山線、桜通り線をご利用のお客様はお乗り換えです。新幹線の森、静岡、東京方面は14番、15番線、下り、京都、新大阪方面は16番、17番線です。お乗り換えをご案内いたします。東海道線、この先、各駅に停車いたします。普通列車、岡崎行き、11時49分発、乗り場は降りられたホーム、向かい側、1番線から発車いたします。中央線特急しなの11号長野行き12時ちょうど発乗り場は10番線です。ご利用の列車は名古屋を出ますと金山、大部、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、
終点豊橋路前に停車いたします。ご乗車ありがとうございました。まもなく名古屋です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。ご案内いたします。この列車は11時47分発新快速豊橋駅です。名古屋出ますと金山、大府、刈谷、丹上、岡崎、玉郡、終点豊橋の順に停車いたします。あと2分ほどで発車いたします。新快速豊橋行きです。この先金山、大府、谷屋、丹上、岡崎、玉郡、終点豊橋の順に停車いたします。列車は8両編成です。車内は禁煙です。
お手洗いは前から6両目と一番後ろの車両でございます。お客様にお願いいたします。はじめ今の駆け込み乗車はお客様のお怪我にもつながり大変危険です。お呼びいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。優先する料金では混雑時には電源をお切りください。車内で迷惑行為を受けたり見つけられた時や不審な荷物を発見された場合は車掌または行く係までお知らせください。各車両に優先席がございます。お年寄りやお体のご不自由な方、妊娠されている方や小さなお子様、お連れのお客様に席を譲りいただきますようご協力をお願いいたします。担当いたします乗務員は運転士山本、車掌山口です。終点豊橋までご案内いたします。次は金山です。金山です。出口は右側です。どうか手を離してお待ちください。中央線、名鉄線、地下鉄、名城線、名東線は乗り換えです。金山出ますと次は大久に止まります。ご乗車ありがとうございます。この列車は新快速豊橋行きです。次は大久です。
まもなく、オーブです。出口は左側です。どうか手を離してお待ちください。竹豊線は乗り換えです。乗り換えのご案内いたします。次の竹豊駅は12時21分発乗り場2番線です。オーブを出ますと、次は針屋に止まります。カリーナです。カリーヤです。出口は左側です。どうか手を離してお待ちください。名鉄線は乗り換えです。乗り換えのご案内いたします。花咲東海道線普通列車豊橋行きは12時8分発乗り場1番線です。カリーヤを出ますと次は安城に停まります。
次は満潮です。半城です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。半城を出ますと次は岡崎に止まります。
は岡崎です。まもなく岡崎です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。愛知環状鉄道は乗り換えです。岡崎出ますと次は蒲郡に停まります。
は蒲郡です。
名古屋方面に参ります。新快速、豊橋行きです。出口は左側です。どうか手を離してお待ちください。名鉄線は乗り換えです。乗り換えの番号を出します。花咲東海道線、普通列車豊橋行きは12時30分発、乗り場1番線です。蒲郡を出ますと、次は終点豊橋に停まります。
終点豊橋です。出口は左側です。6番線に到着いたします。ドアから手を離してお待ちください。新幹線、この先東海道線、飯田線、豊橋鉄道線、名鉄線は乗り換えです。乗り換えのご案内いたします。この先東海道線、普通列車浜松行きは12時42分発、乗り場7番線です。飯田線普通列車本流しの駅は12時42分発乗り場2番線です。普通列車豊駒行きは12時57分発乗り場1番線です。車内にお手荷物などお忘れ物なさいませんようお気をつけください。まもなく終点豊橋に到着いたします。Thank you.